皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。今日はね、2人でお届けしますけど、また僕企画なんですけど、はい、事件ちょっと引き笑いしてみて。ケースケっぽさ、ケースケっぽさ出してました。今出したもうちょっと高いですかね。2人ですけど雰囲気3人で、はいはい、事件事故にまつわる怖い話っていうちょっとくくりでね、事件も事故も両方怖いですけどね、怖いです、だから会いたくない、人怖だったりとか、なんか不思議な話だったりとか、あとちょっとね、心霊にまつわる事件とかもちょっと言っていこうかなと。はい、やってみましょう。ちょっとね、ジャンルを分けるのが難しかったんですけど、その事件って有名な事件に絡んだ話とかじゃなくて、個人で起こった事件、事故だったりとか、そこに遭遇したとか、そういう話もありますんで。わかりました。はい。早速、1話、こういうことですっていうのを掴んでいただければ。はい。はい。じゃあ、いきます。はい。1話目。団地であった飛び降り自殺が特殊で怖い。自分の住んでる団地であった自殺が特殊だったよっていうことですね。はい。はい、昔、小学4年の終わりまで、雇用促進住宅、いわゆる団地に住んでいた。ベランダ同士が向かい合わせになる形で1号棟と2号棟の2棟が建っていて、間に広めの公園。団地の子供以外にも近所の子はたくさん遊びに来ていた。多分2、3年くらいの夏休み、正午前に母親が昼飯までもう少しかかるというので公園に出た。早めのご飯を済ませた子とか、これからご飯の子とか、誰かしらいるだろうから、遊ぶ約束をしておこうと考えた。いざ公園に出てみると、誰もいない。人の気配がない。気持ち悪いくらい静かで、必死で人を探す。公園の真ん中あたりに、何の目的か、コンクリートが丸く広く打ってある場所があって、そこでよく石灰だかチョークだかで絵を描いて遊んでいた。そのコンクリートの真ん中に立ってぐるりと周りを見渡した。やっぱり人の気配はなくて、各部屋のベランダにも誰もいない。普段は本当に賑やかな公園が、普段と違う静かな様子が嫌で、気持ちが悪くて、なんだかお尻あたりがぐぐっとなって、本当に気持ち悪くなってきて、帰りたくなっていたんだけど、なんだか動けなくて、じっとうつむいてコンクリートを睨んでいた。ふと2つのことに気づいた。人がいないというか、セミの声もしていない。車とか人工的な音も一切ないってことが一つ。もう一つは、いつの間にか自分が誰かの大きな影の上に立っているっていうこと。後ろに誰かいるってびっくりして、それまで人を必死で探していたのに、なんかダッシュで逃げた。駆け出したとほぼ同時に何か大きい音が後ろでした気がしたけど、振り返らないで帰った。息を切らして家に飛び込むように帰る。普通に母親が昼ご飯の支度をしていた。今の出来事をどう伝えたらいいか分からなくて、結局誰にも話すことなく、でも忘れることもできずに定期的に反芻するように思い出しては嫌な気持ちになっていた。大人になっても定期的に思い出していた。ここまでが子供の頃のちょっと変な体験。大人になって上京してしばらく、知り合いが結構な高所から落下する事故があって、俺のすぐ後ろに降ってきたことがあった。結構な高さから落ちたが、知り合いは奇跡的に助かった。その時の音があの夏に聞いた音にそっくりだった。小学5年になる時、父親が家を建てて引っ越すことになったが、妹は当時の団地の友達と連絡を取り続けていて、帰省の折に飲む機会があって、初めて妹とその友達にこの話をした。落下事故の音に似てたって話も含めて、妹の友達はうちの一家が団地に入居するより以前からいて、団地を出たのもだいぶ後だったそうで、さらに長く入居していた老夫婦から聞いたという話をしてくれた。妹の友達家族が入居するより以前、団地で女性の飛び降り自殺があったとのこと。飛び降りは飛び降りなんだけど、少しだけ特殊な飛び降りで、その自殺より前から団地や近所に住んでいた人たちは皆知っている話だったらしい。飛び降り自殺のイメージというと、
靴を揃えてスッと落ちてくイメージだが、その人は靴も脱がずに思いっきり助走をつけて大の字で飛んだらしい。団地の公園の中央、地面が土ではなくコンクリートの硬いところをめがけて思いっきり。落下事故の音でいまいちながらオチがついたと思って人に話したら、さらに妹の友達がオチをつけてくれた。この話を妹の友達から聞いたのが3年前くらい。ちなみに打足かもなんだが、知り合いの落下事故に遭遇する前から記憶を反芻する中で考えていたことがあって、正午だと自分の小さな影が足元にできるくらいだよなって。あの時間に自分が人型の大きな影を踏む状態って背後じゃなくて真上にって考えていつから思うようになっていた。妹の友達の話で本当に上で正解だったのかもと思うようになりました。あの時上を見上げてたらもしかしたら何か見えたのかなと未だに時折思い出しては嫌な気持ちになりますと。っていうお話。その音がしたとか、うん、影が見えたっていうのは、うん、その過去にそういう事件があったから、うん、それが見えたとか聞こえたとかっていうことで、そのそういうことで、その時に起きたわけじゃないんですよね。わけじゃないっていう。そうですね。はあ。なるほど、はい。なんで、まあ、団地の記憶なのか、まあ、そういう例が出たのか。助走をつけて大の字にジャンプっていうのもすごいですね。すごいね、そこめがけて、うん、ね。なんかそういう事件があったから、なんかそこが、うん、そこがコンクリートになったのかなって、ね、うん、ちょっと思ったんだけど、もうその時にはコンクリートがあったっぽいよね。まあまあよくある、はい。ちょっと冒頭から結構気になってたんだけど、うん、ベランダが向かい合わせってさ、なかなかないですよね。構造上というかなんかちょっと不思議じゃない、うん、不思議不思議だって入り口が見える。そうそうだよね。同じ向きで立ってるだと思うだけどね、うん、なんか俺はこの字、うんうんうん、なのかなって勝手に思ったんですけど、その連絡通路みたいなのがあって、うん、この字で内側にベランダが全部ついてるみたいなイメージをしたっすけど、まあ、1棟2棟っていう数え方しないもんね。普通の普通の団地で同じ向きだもんね、考えると、うん、まあよくある団地なんでしょうけど、まあでもひょっとしたら、うん、そういう建て方、うん、ちょっと普通じゃない建物だからなんかそういう事件が起きちゃったのかもしれない。あ、うん、まあ、あと公園に、うん、その自分たちの子供が遊んでるのが見えるように、うん、さっと見えるように、うん、その中をベランダにして中庭みたいにするようにした団地なのかもしれないです、ね。でも洗濯物乾かなくなっちゃうもんね、どっちかの。そうですね、うん、ちょっと不思議だなってずっとそれがね頭の中にあって。確かにそうなんだよね。これはあの毛利さんが言うノイズですね。ノイズになっちゃった。うん、なっちゃったよ。ずっと気になっちゃったもん、ね。うん、そんな建物あるのかなと思ってさ。ねえ。うん、でもなんかさ、うん、あるじゃん。よくさ、なんか風水とか、うんうん、鬼の方角、鬼門とか門、うん、そういうのを無視した、うん、デザイナーズハウスみたいなので、うん、変な事件、事故が起こるとかさ、起こるね、起こりやすいとかね。って聞いたことあるじゃん。うん、それと同じような感じで、うん、なんかそういうベランダを向かい合わせにしたことによって、うん、何か良くない気みたいなものがそこに流れて、うん、しかもなんかたまるイメージありますよね。あるよね。わかるぞ。だからそれでそういう事件が起きちゃったのかなみたいなふうにもちょっと思ったんだよね。しかもそこのなんか例えばまあ僕のイメージだと中央にたまってるイメージなんですけど、うん、このコンクリートのところも真ん中だし、うん、そこにめがけて飛んでくっていうのも、うん、なんか ね引き寄せられたじゃないですけど、そういうこともあるのかなね。まあでももしそれが建物がそうだからってなったら、うん、なんか一軒じゃないっぽいよね。ない気はしますよ ね何軒もなんかありそうだよね。うん、まあでもその一軒だけなのか、あのずっと住んでる老夫婦、うん、とかがもし、ま、もし何件もあったなったらそういう人が知ってそうだし、まあそうですね、だからその話を言いそうですね、言いそうだよね。でも話を聞く限りはなんかその一件だけっぽいじゃん、ね、
そういう自殺があったんだよっていうぐらいですからね。それを考えるとね、なんかどうなのかな。確かにあの京都のね有名なマンションとか、まああれは四角形で真ん中がくり抜いてあるっていう感じですけど、ね、みんな飛ぶって言いますもんね。はい、ということで1話目、はい、まあこういう事件のお話が、事件事故のお話が続きますと。わかりました。はい、続きまして、はい、謎、親戚のおばさんの死に方が不可解だった。またちょっとまあ人の死にまつわるお話ですけど、はいはい、読みます、はい、昔親から聞いた話、多分20年以上前の出来事、亡くなった親戚のおばさんの死に方が不思議な感じだったらしい。その日のうちに遊びに来たおばさんは、夕食の後帰ることになった。酒も飲んでいて遅い時間だったから車で送ると言ったんだけど断られたらしい。近くだから歩いて帰ると。近くといっても歩いて15分から20分ぐらいの距離だったみたいと。泊まりも勧めたんだけど結局おばさんは歩いて帰ってしまった。その翌日おばさんが亡くなっているのが発見された。帰り道の途中草むらで横たわっていたらしい。丁寧に畳んだ衣類を自分の頭の上に置いて裸に上着だけかけた状態で、死因は忘れたけど確か凍死だったと思う。酒は飲んでいたけど酔っ払ってはなかったし、歩いて帰れるくらいに意識もはっきりしていたらしい。それにそこからおばさんの家まではあとちょっとだったと。多分狐に化かされたんだと親は言っていましたと。なるほど、ほんとそんな感じだ ね。頭に自分の服を畳んでおいて全裸で上着だけかけて亡くなってるって、うんうんうん、すごいですよね。豊橋で、まあ豊川かで、はい、ありましたね。何がこれ未解決じゃないのかな、ちょっと分かんないですけど、うん、アパートに縛られて、はい、縛られてて、あの自分の体をね SM みたいに、はい、縛られて正座して亡くなってたっていう事件ありましたね。おばさんが最近の話、ね、10年ぐらい前、クラブの時だったから、はあ、10年以上前かな。へ、密室、密室、あ、ちょっとそれどうか分かんないですけど、なんか部屋が確か部屋から誰も出てこないみたいな感じで、うん、おかしいってなって、うん、開けてなんで、うん、多分密室っていうかあれじゃないですか、鍵閉まってたんじゃないですか。あ、ありましたね、そういうの。豊橋というか大村町って、うん、まあそっちの下地というか、あっちだったっけ、うん、うんうんうん、まあ境目、豊橋というか、はい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 、その辺だったはずですけどね。へえ、うん、アパートの一室で、まあ、こういうちょいちょいおかしなね、うーん、シーンっていうのはあるみたいですね。うん、不気味だね、実際それ目の当たりにしたら結構ねえ、やばいっすよね。なんかの儀式みたいだし、うんうんうん、うーん、まあ狐に化かされたっぽいよ。なんかそこがさ、うん、家と勘違いして、あで、あ、布団、そうかそうか、布団をかけるみたいな感じで上着をかけて、あ、まあ、うーん、そうか、お風呂とか、お風呂とか、うん、まあ、でもお風呂、まあでもその、そうか、上着巾か、そうだね、うん、服をきれいに畳むっていうのがねちょっと、あ、そうか、自分のね着とる服をね畳むって、うん、寝るときにそういう風にしないからさ、うん、なんかあれじゃない、なんだっけ、宮沢ケンジの注文の多い料理店みたいなさ、服を畳みくださいみたい な、 たいなさ、あ、なるほどね。なんかそういう、うん、バカされたって言ったらなんか、うん、なんか納得できるというか、うん、確かにな。でもなんかお酒飲んでたのはちょっと関係してそうな気がするけどね。しますけどね。シラフだってだったらそんなことは起こらんかったのかなっていう気もするし、まあまあ一応その酔ってない風に見えるけど実はガンガン酔ってたとかね、うん、うん、なんかでもその警察が多分調べてなんか事件性はなさ、ね、なさそうだったね、投資でっていうことだったもんね。なんかね、ね、不思議な事件と言いますか、不思議です。実際見たらめっちゃ怖いと思うな、それは。俺なんかちょっと読み返してみて、はい、横たわってたんですね、うん、ちょっとこれ俺なんか座ってるイメージでした。で頭に
服を置いて上着かけてるかと思ってすげえ不思議な死に方だなと思ったんですけど、それめちゃくちゃ不思議だよね。あ、そうか、頭横たわってる頭の方に、うん、衣類があって畳んで、そうそうでフックをこうやってかけられてたのか。そう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 、あ、それはこう、うん、不思議、それも不思議だよ、うん、なんか実験性があるんだったら犯人がわざわざ服を畳んで、うん、そこに置かないもんね、うん、急いでその場から逃げる気はするよね。まあ、そうですね。でもまああの有名な未解決事件の世田谷一家の、うんうんうん、ご飯食べてますからね。まあそれはさ、うん、家の中だもんでさ。あ、まあそうかそうか、うん、あ、まあそこで、そうか、道でね、道でさ、そんなことないじゃん多分。そうか、うん、だから本当なんか狐に化かされてたっていう解説が一番しっくりくる話な気がするんだよな。不思議ですね。不思議ですね。まあ、こういう事件もありますよと。続きまして、はい、怖い事件、うん。校庭の地面からめっちゃ長い髪の毛が生えてる。これ引き抜いたらまずいっていうタイトルです。怖い怖い。はい。読みます、はい。高校の友達に聞いた話。そいつの小学校で4人の生徒が居残りで校庭の草むしりをやらされていたらしい。すると一人の生徒が地面に長い髪のようなものを見つけてみんなで引っ張ってみたら尋常じゃない長さだったと。3、4メートルほど、うん、で一人がこれ引き抜いたらまずいんじゃないのと言いました、うん、でそれを教頭に急いで知らせたら、うん、もういいから早く帰りなさいと言われ、とりあえず帰ることになり、校門を出る直前に校庭の方を見たら5人ほど教員や先生が集まっていました。その次の日に見てみたら木の板に囲まれてその場所は近づけなくなってましたという方が話。へえ、まあ、何なのか分かんないですけどね。そもそも、うん、3、4メートルの尋問って、うん、ね、なかなかないじゃん、うん、一応ね、このまあこれ2ちゃんから撮ってるじゃないですか、はい、2ちゃん5ちゃんから撮ってるじゃないですか、はい、だからあのコメントがあるんですけど、はい、人目をはばかるもんが埋まってたんだろうなと、うん、で俺が通ってた高校の屋上の貯水タンクのある壁からは、うん、無数の髪の毛が生えてたと、うん、で改築工事の際に壁を破壊したら、うん、なぜかボール大の髪の毛の毛の塊が出てきて校員がびっくりしていたと、うん、そういうお話もありますね。うん、髪の毛って埋まってるもんなんすっていうね。まあそれが例えばですよ、うん、30センチとかぐらいで、うん、人が埋まってただったらね、うん、すげえ怖いし想像もつきますけど、うん、3、4メートルっていうのはねちょっと ね、それも髪の毛のようなもの、うん、って思っちゃうんだよ ね、なんか人毛ではなさそうですよね、なさそう、うん、ギネス級じゃないそんな。あ、どうなんですかね髪の毛の長さ、うん、わかんないけどさ、うん、相当伸ばさないと無理じゃん、うん、うん、それはよく髪の毛だと思う。まあでも髪の毛だったんだよなきっと。見た目はそうだったんでしょう ね、見た目は髪の毛だった。あ、木村さん、はい、世界で一番長い髪ギネスブックによると、うん、世界一のロングヘアは7メートル93センチ。うわすっごい、はい、インドの女性の方だと。インドの女性、じゃあインドの女性が埋まってたのかもしれない。うーん、頭髪は1ヶ月に約1センチ伸びると言われているので、うんうん、まあ、7メートル93センチ、まあ、約8メートルですね、うん、そこまで伸ばすのに66年もかかった計算になります。やば、ね、すごい、うん、もうそれはあれだよ、なんかもうヨガのマスターみたいな。洗うの大変ですよね。めちゃくちゃ大変だよ、ね、ビルの2階ぐらいの高さあるでしょ。あ、まあそうですね、うん、7メートル、うん、8メートルといえば一人じゃ洗えんよそんな。本当っすね、うん、どうやって普段、まあまあ、うん、なんていうんだろう、どうしまってるんですかね、束ねて、ぐるぐるに束ねて、ターバンみたいな、中からお菓子が出てくるんじゃない。 あれと一緒じゃないですか、鉄子と飴くれるやつ、うん、そうそう。うん、すごいですね。じゃあまあそれの半分ぐらいなんで、3、4メートルって言ったら、うん、ないことないか。うん、いやでも、いや成長続けてたとか自分の中で。ああ、なんか言うじゃないですか、人形とかも髪が伸びる人形とかも人毛だったら伸びることもあるっていう、う
そうなの？うーんって言いますけどね、髪が伸びる人形。それはなんか、なんか科学的にありえるよねみたいな話ってこと？まあ、わかんないです。それは霊的な何かみたいな。うーん、その人の毛を使うと魂が入るもんで伸びるみたいな。あ、いや、あ、そういう霊とかじゃなくて、て、うん、その人毛だと伸びるみたいな。でもそんなん数ミリとか数センチとかいう話でしょ、多分その科学的な話だったら。まあでしょうね。だって毛根は死んでますから ね、うん、ね。うわ、めちゃくちゃ気になる。でもそのさ、投稿した人もさ、うん、そっから先気になるじゃん。気になりますよ。聞いてほしいもんね。え、何があったのってね、うん、先生にね、え、何があったんですかって。うーん、いやー、なんだろうな、不気味な話。あ、人じゃない気がするんだよな。うーん、あのね、木村さん、はい、今ちょっとちゃちゃっと調べたんですけど、はいはい、人形の髪の毛とかで伸びる原因、うんうん、はい、市松人形は江戸時代中期ぐらいは人の髪がやっぱり使われてたらしいんですよ、うんうん、で、人間の髪の毛は抜けてからもしばらくの間わずかながら伸びることがあると、うん、だからまあ人形って普通揃っとるじゃないですか、髪の毛、うんうん、それよりちょこっと不揃いみたいな形になることはあるけど、うん、そんな伸びることはないっていう。なるほど、うん、まあ少しは伸びるらしいです。へー、うん、そうなんだ。でもまあ少しなんで、こんな何メートルも伸びるってことはないみたいですね。どうなんですか、例えばですよ、頭部が埋まってて、うん、遺体、ご遺体が埋まってたとして、うんうん、人間のその生命活動が終わったら、うん、髪の毛も伸びなくなるんですかね。そうじゃない、そりゃそうじゃない、そういうことっすよ ね、 多分ね。そりゃそうだと思うけどな。養分にしてその人間を、うん、髪が伸びるっていうことはないです。ないでしょ、うん、血が通ってそこに毛根に栄養を送って、まあ、生き物じゃないですよね。それで伸びるわけですから。うん、それ考えると何だったんだろう。全然思いつかんな。ねえ、気になるわな。気になるね。俺なんか小学校の時に、うん、未来の自分たちへだったかな、なんかタイトルか忘れちゃったっすけど、うん、校庭のよく校長先生が朝礼で登る台みたいなのあるじゃないですか、はいはい、あれの横にね、白いコンクリートで固められた何かがあったんですよ、うんうん、でこれ何って聞いて、うん、これはタイムカプセルなんだよって言って先生が言ってて、はいはい、その当時はタイムカプセルなんて何かわからんもんで、うん、なんかすっごい宝が俺はあそこに入ってると思ってたんですけど、はい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 、結局開けたみたいですけどね。なんか気になってました、ずっと小学校6年間。あ、それはじゃあ友よりも先に、そう、前の代の人が、うん、開けてた。俺が小学校6年生で6年か5年ぐらいで、うん、確か20周年ぐらいな感じの小学校だったので。ああ、なるほどなるほど、うん、もっと前の世代が。でもタイムカプセル一時期なんか流行って、私も小学生の時に、うん、はい、本当に校舎の裏のなんか木が植わってるところにタイムカプセル埋めた覚えありますよ。ほんで、うん、成人式かなんかの時に開けました。開けた気がする。へ、うん、ちょ全然覚えてないけどね、うん、自分へみたいなやつですよね。そう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 、多分ね、なんかあった、うん、やったことないな。あ、一回やった、個人ではやったことありますけど、なんかその 学校単位とかでやったことないですよね。俺がね、個人でやったタイムカプセルはね、うん、今多分アスファルトの下にあるんですよ。あら、もう無理じゃん。はい、もう道路ができてると思う。まあまあ、結構まあ、なんていうんですか、個人なんで浅いところに埋めたと思うんで、うんうん、もしかしたら掘り起こされてるかもしれないですよね。はい。まあ、次いきますか。はい、はい、はい。まあ、こういう事件がいろいろ絡んだお話になりますので、うんうんうん、はい。怖い事件、そこの公園で死体が見つかったってっていうタイトルです。はい。まだ10代の頃の話。毎晩その当時付き合ってた彼女と朝方までドライブしていたんだ。いつも通り朝5時頃に帰宅して駐車場に車を止めてたら、駐車場の隅の方に黒い影みたいなのがいたんだよね。この頃ってか昔から霊感的なものはあって、ちょこちょこ霊みたいなものは見えてた。車から降りるとこっちに近寄ってきたけど、特に気にすることもなく家に入った。家に入ると霊感のレの字もない彼女が黒い影見たって言ったから、それには驚いた。同じもの見たんだろうね、何なんだろうねって話しながらそのまま寝た。
朝10時頃だったかな、親が慌ただしく俺の部屋に入ってきて、そこの公園で死体が見つかったってと、外に出てみると大量のパトカー、公園には人が群がってて大騒ぎな状態だった。その頃他人に対してかなり無関心だったのもあり、あっそって言って部屋に戻って二度寝した。完全に昼夜逆転していたので夕方に起きて晩ご飯を食べて、その日もドライブに出かけた。海の方に向かって30分くらい走った。国道とぶつかる大きな交差点で信号待ちをしてたんだよね。自分の前を通り過ぎる車をぼーっと見ていると、1台のトラックの上で昨日見た黒い影が手を振ってるんだよ。これは俺にしか見えてなかったみたい。その時直感みたいなものが働いて、あの黒い影は公園で見つかった人でトラック運転手に殺されたいんやろなって思った、うん、それを彼女に伝えるとどこか適当に聞いてる感じがあった。普通そうだよなって思いながら海に着いたんだけど、車止めて降りたらまた黒い影がいるの。しつこいなと思いながら周りを見ていると黒い影が増えている。結局黒い影が3人に増えてて、ずっと俺と彼女の周りをふわふわ飛んでるんだよね。もしかして3人も殺したんかなとか考えたんだけど、俺にしてやれることはないしなって考えて、ずっとふわふわされてめんどくさいから家に帰ることにした。早めの帰宅になって早めに寝て、翌朝に起きたら家のチャイムが鳴った。最初は新聞記者だったかな、何か知りませんかと。一応その時間外に出てて帰ってくる途中に不審者はいなかったと伝えた。信じてもらえないだろうけど黒い影の話もしてみた。犯人もトラック運転手じゃないかって伝えたけど、案の定はぁはぁみたいな反応をされた。その後警察テレビ局も来て聞き込みと取材をしていった。同様なことを伝えたけど相手にしてもらえなかった。まあ当然だよね、子供だったし見た目も見た目だったしオカルト的だし。でうちの車が目撃されてたりして警察に聴取されに行ったりして普通に生活してた。この間たまに黒い影は遭遇してたけど特に何もなかった。事件が起きて1ヶ月ぐらいだったかな、犯人が逮捕されたニュースが流れた。土木作業員を殺人容疑で逮捕。あれだけ自信満々だったのに全然違ったとか恥ずかしい気持ちあったけど、ニュースを見てたら犯行当時はトラックの運転手をしていた、容疑者は金品目的で〇〇さんを車の中に押し込み殺害と供述。同じ手口の事件が他に2件あり関与の可能性が高い。そうキャスターが読み上げたら彼女と家族が俺から遠ざかっていくのを感じた、うん、犯人が捕まってから黒い影に遭遇することはなくなった。助けを求めに来たんじゃない、ね、お前見えるだろうって言ってる感じですよね、うん、で初めは、うん公園の隅っこに一体見えたでしょ。まあまあ公園の近くの駐車場の隅っこですかね。駐車場の隅っこ、うん、でその時は一人一体だったけど、そうですね、1ヶ月後海、次の日の海、あ次の日か、次の日の海もう3人になってる。3人になってるってことはそれより以前にもう2人やっ、まあそうですね、ねえ、うん、っていうことなのかなっていうことですかね。だから公園のが一番新しいというかっていうことなのかな、うん、今の話ですると、うん、霊感がある人は、うん、幽霊は霊感がある人を見分けることができるってことだね。うん、でも彼女にも、一体は見えた、最初の一体は見えてるんですよね。だからまあそこでもしかしたら、うん、まあ書いてはないですけど、うん、反応したかもしれないですね。黒い影に対して。彼女が？自分が。自分が。うん。うん、反応して、まあ、黒い影いるなーぐらいな失神みたいな、うん、とか目あったとか、うんうん、であこいつ見えてるわって確信したのかもしれないです。うーんよね。でも見分けられるんですかね、霊感があるかどうかっていうのを。ねえねえ気になる。そういうことじゃない、トラックの上から手を振ってる。あそうかそうか、それ怖いっすね。ちょっとうん目の当たりにしたらおーいって感じですよ ね、 ね怖いよね。うん、その1ヶ月後海に行った？うん、1ヶ月後は海に行ったのはその駐車場で最初見た時の次の日。次の日、うん、その時は彼女も一緒に行ったのかな。そうですね、
その日もドライブに出かけたっていう感じだから。で、なんか俺にしか見えてない、うん、トラックの上で手振ってるの俺にしか見えてないみたいな感じだったんで。そうですね、そうですね。彼女も一緒にいるってことだから、うん、そういうことですね。あ、そうそうそう、トラックで、トラックでその大井を手振ってるのを見たから、うん、彼女にトラックの運転手じゃないかと、犯人はって言ったよね、って言ったのを、うん、適当に聞いてる感じがあったって言ってるから。あ、適当に聞きます。そう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 、海の、海に行く時の道中なんで、うんうん、これはそういうことか。見えてなさそうだよね、うん、うーん。でしかも黒い影がその海で車止めたら黒い影が3人に増えてて、増えてて、うん、ずっと俺と彼女の周りをふわふわしてる、してた、うん、彼女も見えてなさそうですね。なすだね、うん、やっぱり助けを求めに来たんじゃないかな。うーん、まあ捕まったらおらんくなるっていうところもなんかそんな感じっぽいよね。ね、うーん、うんうん、でも喋れないし、なんか訴えてくるわけじゃないじゃん、うん、なんか周りをうろうろして、あ、でもなんか喋ってたけどその人本人には聞こえてなかったかもしれない ね、 そうですね、確かに、うん、これが例えば、まあ、その霊力レベルみたいなのがあるんで、うんうんうん、あれば声まで聞こえてる人もいるかもしれないですね。知れないね、うん、その霊能力で事件を解決するみたいな話も、うんうん、あながちもしかしたらあるのかもしれない、まあ、訴えに来るってことだよ ね、 ね、うん、霊が、うん、だってまあ、ゲストにも出てもらった前に、うん、あの小春日和さんね、はいはい、霊が見える、一回連れて帰るってお話しするって言ってましたもんね。ね、一応心霊の絡んだ事件の話。そうだね、うん、なんか何にもしてあげられないのがなんか、ね、悲しいというか、うん、うん、でも木村さん的にですけど、はい、木村さんがもしそういう状態になったら最初の影にも気づかないから、うん、まあ、分かんないですけど、うん、最初の影にも気づかないから、うん、それを何もしてあげられないから悲しいって思うことすらもないっていうことですね。ないですないです。だから見えなくてよかったっすよ、うん、うん、確かにね、うん、中途半端に見えてたらマジで何もしてあげれんすもんね。そうそう、本当そうよ、うん、辛いよそれはね、え、うん、じゃあ次の話いきましょう。はい、あ、これもね、皆さんコメント欄で皆さんもちょっと情報募集しますっていう感じなんですけど、へー、表に出ないやばい事件っていう、ほうほうほう、タイトルで、はい、新潟県上越市に巨大な人の手のようなものが落下したっていうタイトルです。へー、はい、面白い、いきますね、めっちゃ短いです。はい、平成2年の12月2日、新潟県の上越市に巨大な人の手のようなものが落下した。落ちたところは田んぼで凄まじい音がしたが、次の日には亡くなっていた。その日はやたら除雪車らしき車両の音がうるさかったっていうお話なんですけど、うん、それだけなんですけど、これまたそのまあ掲示板なんで、うん、コメントを返してる人がレスをねしてる人がいるじゃないですか、はいはいはい、それの中でちょっとピックアップされてるのが、うん、新潟の手の話はやめておけっていう。おー、うん、なるほど、うん、面白いじゃん。うん、なのでこれなんか情報、まあね、日付も出てますんでね、うん、で場所も特定されてるので、うんうん、なんか知ってる人がいたら、平成2年12月2日ですね。平成2年って何年だ、西暦、1990年ですって。へー、うん、32年前、うん、大きな、うん、どれぐらいの大きさなんだろう、ね、すごい音がしたんだったらまあまあでかそうだけどね。え、巨大な人の手のようなもの、手のようなもの、うん、どんぐらいだ、なんか俺は、え、でも見たの、その人が見たのか、でも落ちたところは田んぼで凄まじい音がした、うん、したが、うん、次の日には亡くなっていたと。亡くなっていた、うん、その日は やたら除雪車らしき車両の音がうるさかったと。雪の上に落ちたのかな、除雪車じゃないの。まあそうか、12月2日っすもんね、うん、雪降っとってもいいっす ね、 ね、しかも田んぼそんな時間そんな季節に米は作ってないでしょう、多分。12月ってどうなってんだ、何にもない状態。うちの近くの、うん、田んぼはほんとったら土みたいな。へえ、何なんだろう、手のようなもの、気になるな、うん、これ情報あったら欲しいですね。欲しいですよね。うん、うん、なんか何かに見間違えたのかな、ね、なんか手に見えるものってなんかあるかな、うん、なんかビニールが
なんかビニールハウスとかに使うビニールがなんかくしゃくしゃってなって、ああなるほどね、うん、まあでもそれだったらあんまり質量がないもんで別に大きな音はしなさそうじゃんね。うん、音と手の落下は別物とかね。なるほどね、うん、たまたま近くで事故があったとか、うんうんうん、なんだ、でも人が落ちたのと同じような音がするよね多分。あ、でも巨大な人の手だからな、どんな感じなんだろうな。しかも情報が少なすぎるな。そうなんすよ。でね、しかもまあこれ1月10日なんですけど、2005年の投稿されたのが、あ、はいはいはい、書き込まれたのが、うん、その新潟の手の話をやめておけって書かれたのも同じ日で、うん、時間的にはね、うん、この書き込みがあってから2時間後ぐらいに書き込まれてますね。結構早い。本当だね、うん、しかもね、スレ番号がね、レス番号か、うんうん、最初が375なんですけど、うん、この手の話をやめておけば378なんですよ。3つ後。早い。有名な事件なのかもね。ねえ、あ、どうなんですかね、何も調べてないですけど、うんうんうん、まあ、2ちゃんあるあるで調べるとこのスレがいっぱい出てくるっていうのもあるのかもしれないですね。そうかそうかそうか、はい、まあでも地元民ならではの知ってる情報っていうのがあるかもしれないから、うん、もし何か知ってたら教えてほしいですね。ね、じゃあ、次ですね、はい、これね、すみません、最後です。はいはい、やばい事故、謎の人物、ちょっとその辺りにいてって言われた数分後、ものすごい爆発音というタイトル、うん、はい、その謎の人物にちょっとその辺りにいてって言われたんですって、うん、っていうタイトルですね。はいはい、いきます。はい、小2の時のこと、休み時間にちょっとこの辺にいてくれると言われて廊下の一角に立ってた。何もすることがないし退屈だったので他のところに行こうとしたら、その辺にいてと再度言われた。しばらくして休み時間が終わり授業を受けてたんだけど、授業が始まって10分くらいして廊下からものすごい爆音がした。みんなで廊下に飛び出してみると、さっきまで自分が立っていたところの天井が崩れて瓦礫の山になっていた。当時は危なかったとガクブルしてただけなんだけど、今思い返したらなぜあの場所に立ってるように言われたんだろうと疑問が湧く。そして誰に言われたのかも思い出せないという。なるほど、はい、めっちゃ気になったんだよね、誰に言われたんだろうこの人って思ったら、ねえ、しかも学校ですからね。へ、ねえ、不思議、まあ、事件事故にまつわる不思議な話なんですけど、うん、なんか皆さんもその個人で起こったレベルの、あ、聞きたい、ね、聞きたい、いいっすよね、いいいいいい、うん、なんかすげえ有名な未解決とかにまつわる話とかじゃなくて、うん、身の周りで起こったね、うんうん、いいね、まあまあこういう1コアでも0コアでも聞いてみたいなと思いまして、うん、ちょっとそれのきっかけで今日やってみましたけど、いいですね、はい、そしたらそのコメントを読む回みたいなのも出てきますね、うん、ですし、いいですね、まあ新潟の話もね、気になるわ、気になりますよね、うん、気になる、なんだそれって思う感じですからね、なんか最後の話は何なんだねえ、何なんだ怖っ、だからそこの辺に、でもさ、でもその後で普通に授業受けてるそうなんですよそれもさ、うん、じゃあ授業に行く時はそこにいてって言われなかったのみたいなさ、うん、そこも謎だよね。うわ、木村さん、はい、これってまとめサイトじゃないですか、僕らが読んでるのって、はい、それを新潟の手の話はダメみたいな、さっき、うん、レスがついてたって言ってたじゃないですか、うんうん、でそれをまとめた記事にもコメント書けるじゃないですか、はいはい、今それ読んだんですけど、はい、まあ、コメント9件ついてるんですよ、はい、2022年2月21日にコメントついてるんですけど、うん、そのコメントにいいねもできるんですよ、うん、一番いいねが多いんですけど、このコメントに、はいはい、ここの管理人は本当に載せたらあかん話もわからんのか、消せって書いてあります煽ってる煽ってますね。あ、すごい怖かった、これ見つけた瞬間。まあでもさ、にちゃん発祥のさ、やばい話でさ、うん、鮫島事件ってあるじゃん、うんうん、その時そういうノリだよね、みんな。ああ、そうですね、そうですね、ああ、確かに確かに、ああ、そうか、うん、そっちかもしれんですね。そう、だからもうその話自体が、う
まあフェイクというか、なんかそういうノリになってるのかもしんないね。うん、うん、本当にやばいあの話はみたいな、うん、そういう感じかもしれないね。うん、うーん、この新潟の話ね、ちょっと気になるな。気になる、うん、まあみんなのね話も聞いてみたいですね。本当に本当に、うん、どっかも新潟の巨大な手についてみたいな話を募集してるっぽいっす。なんかコメントが出てる。都市伝説の真相を追うみたいなので、情報提供求むみたいな感じですね。ただね、謎の CM 新潟の巨大な手についてっていう CM、 はい、はあ、うん、わかんないです。これ多分 YouTube のタイトルで、このチャンネルの人がやってるよみたいなのをコピペしてあるんですけど、はあはあ、それでその中に謎の CM と新潟の巨大な手についてなのかもしれないですけどね。なるほどね、なるほどなるほど、うん、まあだからみんな気になってるのかもしれないですね。そうだね、うん、ぜひぜひ情報知ってる方がいましたらね、うんうん、楽しみしてますので教えてください。はい、ということで、はい、終わりですか。また皆さんから来た事件事故の話、うん、怖い話があれば、うん、その第2回をね、それでやりたいと思いますので、はい、ぜひぜひ、はい、コメント書いてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。この話もし自分だったら、ありがとうございました。また後ほど。